ステーキじゃなくてやっぱり海鮮丼とステーキと牛タンがいいな。いいな。ニンニンジュース、ジュース今日でより好きになった。え、嬉しい。この草リボンがついとんのが可愛くない？頭の上に。すごいこれお気に入りなの。贅沢なうさぎさんです。そうです、プレゼント。私をプレゼントっているかな、みんな私を。お、サイン楽しみにしてるね。明日も、明日の写真ね、結構ね、ほんとほらな、買いすぎて今日無形なの後悔。またおいで。明日もね、ほんといい感じだから待っとってな。欲しい、ね、10体もいい。分身できるから分身しなきゃな。頑張ろう頑張ろう、欲しい、ね、明日も以上よろしく。6時間目受付で待ってた。7時間目買ってた。あっマジか。明日は話せるかな。明日の分のサインは今途中までかけてて、なんかすごい、なんて言ったらいいんだろう、こんな感じの、こんな感じの、なんかちょっとなんかね、萌えゼリフが合いそうな表情してたので、あの萌えゼリフを今書いてます。今回は萌えゼリフバージョンでお届けします。電波悪いから大丈夫だよ。あ、大丈夫かな。上目遣いかな。うん、上目遣いだと思うんだけど、ちょっとそういう感じのお写真なので。お、写真の、メールの写真かわいい、嬉しい。今日はサーヤンとマネージャーさんに撮ってもらったんですけど、もうサーヤンは私の好きな角度とかいっぱい分かってくれてて、もうバリバリ漏れて撮ってくれたし、なんかマネージャーさんもめっちゃ上手くて、なんかすごいね、今日はいっぱいいい写真が撮れました、二人のおかげで。勉強おもちゃ見えてニヤニヤ、大会の時勉強じゃないの、もうちゅうちょおもちゃんだったの。ちゅうちょおもちゃん、嬉しい、ありがとう。桃が好き、桃が好き。こんばんは、こんばんは。大人の辻さん、うさ、こうやって片方さ折ったらどうなるんかな、前メロみたいに折れないのかな。あ、いける、ほう。でもなんか長い毛ちょっと変なんか。折れ耳、そう、垂れ耳うさちゃんにしてみたけど、ちょっとこれ長いからあんまり合わんかもなって今思った。思ったけど、まあ配信やったらさ、こっちの方が見えるしね。そう、ちょっと長すぎてね、全部映すのむずいんよこの耳。そう、でも針金やけ、そう、自由自在、ミシミシ言っとった。かわいもちゃんやて、仕事の疲れが来たんだ。よかったよかった。オンラインあったら、初めてなら緊張します。お、待ってます。針金さ、針金自由自在なの形。
明日、今日はもうピョンピョンピョンって感じだったんですけど、明日はワンワンワンって感じ。明日あれだよ、言葉喋ってないかも。明日ワンワンしか言わんかも私。うん、お話し会のたてがみ結構映っとったよこれ。ツイート見て変な声。会いに来いよ。あ、心配が勝つ。バウリンガル頑張って、ワン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 ずっと言われたらどうする。私がさ、メンバーとかに心配されるかもしれん。壊れた、桃が壊れたっつって、周りにいるスタッフさんとかも私のこと心配しだすかも。熱やだ。正常だよ。今日はなんかうさちゃんってさ、ぴょんぴょんっては言わんやん、語尾がないからさ、なんか今日はあれやったけど、明日はワンワンじゃん。ワンワン、お話し帰りぽワン。うわー、でもなんかワンワンだったら写真とかも、あれじゃない、なんか撮りやすそうじゃない、なんか絶対お手数。そう、私めっちゃ思ったんだよね、明日絶対お手が来ると思って。逆パターンもやりたい。両方やりたいな。お座り、もうお座りはもともとあれ座っとるんよ、椅子に。もともと座っとった。日本語まずい、投げそうだね明日は。眠気どこか食べた。一枚しか。両方ね、両方取ってきて。どうやって取ってきたらいいんや。いや、このままじゃ足がね、しびれるコースの座り方しちゃった今。やばいよー、これはやばい、これはやばいぞ。今のうちに体勢を変えなければ。なんか微妙に正座みたいな感じだった。今体育館座りに直したいけど、左足が、それだ、伴侶のね、リビングに置いて自分が使ってそのまま持ってくるのいつも忘れるっていうね。初めてオンライン話し会とか何話、でもなんか私好きになってくれたきっかけ結構気になる人なんですよね。耳折ってるとさ、映るけいいね。お話し会ありがとう、ありがとう、こちらこそよ、ほんとめっちゃなんかうさちゃん褒めてもらえて嬉しかった。一目惚れさん遅い、してくれる。一目惚れ、桃が好き、桃が好き。公演の人も嬉しい。お、今回の5月の2部を買った、お、ありがとう。今日でだいぶ好きね、もう好きだねそれは。
かけリリーベー近くで顔見てめっちゃ目当たったよねめっちゃ目当たったもんね。あ、リコーは気になってる。嬉しい、嬉しいぞ。気になってくれてる人いるぞ可愛さちゃん見えてるしけど嬉しい。なんかもう本当にいつも来てくれてるみんなも、え、今日可愛いみたいな。もうね、うさちゃん超好評また噛んじゃった。好評なんですよ。明日のサインの一言は今途中まで書いたよ。萌え台詞惚れ直しました。やったね。いや、明日もね頑張るからね、待っとってほしいのね。欲しいのよ。リコーの時の表情素敵だった。お写真見てるよ。あれ好き、今日のせとった花だれの A メロの時のやつの写真めっちゃ良かった他もめっちゃ良かった。今日のワンを、今日は、あ、わかんない、明日のワンは今日を超えられるかは、どうやろう。でも、なんて言ったらいいんだろうな、可愛いと思うんだけどなって感じです。なので頑張ります。ワンも可愛いよ。みさちゃんもめちゃくちゃ可愛かった。ありがとう。超えてゆけ、そうですね、超えてゆけ。 ST のスローガン、今日のうさを超えてゆけということで、明日も頑張らさせていただきます。おひげが確かにね、確かに。桃が好き、桃が好き。可愛いんだけど、なんか面白い、これ尻尾まで可愛かった、嬉しい。尻尾もねあるんよ。なんか尻尾あるって気づいてなくて、でも椅子に座っとったらなんか丸いものがあるわと思ったら尻尾やったやけん尻尾撮りたいなと思って写真撮った。可愛くない、あの尻尾丸くて。シミサラの妹がショールームで二期生のおしゃもちゃんって言ってました。電車バトったな嬉しい、ありがとう。実は私サラちゃんの妹ちゃんとね会ったことないんですよ。ずっと会いたいなって思ってるんですけど、ありがとう電車バトしてくれて。ももかうさぎがうさぎ明日はワンちゃんが好きって言ってもらえるように頑張ろう。そう、途中で気づいた尻尾はなんかみたいなそう、そうなの、そうなの。ちょうどなんかそういないタイミングでお家に行ったことがあって、その妹ちゃんがちょうど、でも可愛いよ。ありがとう。ありがとう。ST チャンネル17研究所とコラボ楽しい。私もめちゃめちゃ今から楽しみにしてます。アイドルさんと関われるのは嬉しいことよね、本当。なんか自分もアイドルになってからね、アイドルをいっぱい見るようになったんですよ。もう。めちゃくちゃツイッターとかでもめっちゃアイドルさん情報をすごい見てるから嬉しい。話し会で尻尾見せてくれる光景想像したね。尻尾さん頑張ろう、頑張ろう。推し見つけた？でももうなんかもうみんな可愛すぎて、もう可愛いって感じ可
私よく平田由紀さんのツイッターとか見させてもらってます。めちゃめちゃ可愛くて、みんな可愛いんですけど、語彙力失うの分かる？ディーダーツ、ディーディーじゃないもんね。アニマドで見てるの。さっき今あれよね、配信してらし、やっぱ敬語が分からなくなっちゃった。配信して いらし、あーやばい、間違い敬語かもしれん、今使っちゃうの。あー配信だし。配信していらっしゃるのをさっき見ました。新しく18期生さんとかも見てて、めちゃめちゃ可愛いですよ。タメ語で、そう、一応ね、先輩っていう形にはなるのかもしれないけれども、なんか私が先輩って感じがしないから、なんかね、そうなんよ、なんかもういつまでも自分は後輩なんじゃないかなって思ってるよね。そう、そうなんですよ。なんかジャーキセイさんチェックしてますよ、私は。そう、その久保さんと佐古さん、まあ、ごはん、そう、久保ちゃんと佐古ちゃんっていう子が、そう佐古ちゃんと同じ名字の方なんですけど、あの、そう、可愛いなと思って見てました。ワンレンの方とか好きなので。あ、ももかさんタイムか、こんにちは。3期生今箱押しなんよ、私まだね、あんまり話したことがないけーね。黒さになってるにゃん。こんばんは。ももさんも可愛いですよ、ありがとうございます。レピチです。ごきげんよう。モーのコラボも見てる。あー、17期生さんの推しとね。ね、ほんま皆さんに会いたい。そう、みんな可愛いから。キャワ。けど、そう、今ももかさんタイムなんですよ。いや、ちょっと優雅に5分間やらさせていただいてます。ももさんタイム。こんばんは。ももちゃんが一番可愛い、ありがとうございます。嬉しい。三期生ちゃんはももちゃんの先輩の背中を見て、そうだ、そうね、そういうような先輩になれるように頑張ろうと思ってます。今のところは全然なので、私なんか先輩らしくないので、ちょっと先輩らしくなれるようなね、アイドルファイルさんの時期、あ、そう、サラちゃん、サラピと一緒のツーショットもね、新しく今日出てたので、ぜひ皆さんリツイートしてください。おもちゃの開催売れてる。大人、サリはなんか響きが違う。確かに。先輩風吹かせないと。でも未だになんか新しい子たちが14人いて、
研究生 2.5 研究生ちゃんたちが4人いてね、14、15、18人後輩ができたけど、なんかやっぱまだ自分が一番後輩なんじゃないかなっていう、本当にずっとそう思いながら生きております最近はまだ実感がなくて、うん、妹キャラだった子がお姉ちゃんしてさらにお姉さんになれますかね。そうそう、なんかずっとね2期生が後輩なんじゃないかなって勝手に思っちゃってるんですけど、そう、もうそうでもないんだなとそんなこともないんだなと思って、背も一番小さい、2期生の中では一番ちっちゃいですね。タムちゃんと同じぐらいだったんですけど、今はそうですね、一番2期の中ではちっちゃいですか、ね、全体でもまあちっちゃい方なんですけどめちゃくちゃ、こんばんこんばんはこんばんは、ここは冷めちゃう、めっちゃ先輩、本当に本当にかっこいい、今日も可愛い、ありがとう。小さいの見つけやすい、見つけやすいでしょ、髪長い小さいのを見つけてね、みんなサイン会があったから気づいて今見返しメッセージ言っとると思うけ、見て見て、年は一緒、年ココアさんとラブラブ写真また見てしまうあのココアさんがツイッターに私との写真をこの間昨日載せてくださってたんですけど、そうめちゃ嬉しくて、でも LINE 朝起きて LINE 見たらなんか3枚ぐらい一緒に撮ったやつを送ってくださって、この写真めっちゃお気に入りなんじゃけどって LINE が来てました。いや、とひなさんがいい先輩も、いや本当よ、でしかもですよ、ひなさんもこの間の公演私が髪型選んでいいよって、キャッなんていい先輩方なんだもう嬉しすぎてキュンキュン、本当にココアさんから LINE が来とるのを見て朝からもう心がおハートでツキュンってなって、ひなさんが、そう私やっと言えたんですよ、ひなさんのボブにしてるのが本当に本当に好きで、そうロングも好きなんですけど、もうめちゃめちゃ似合ってて、ボブぐらいのひなさんは直接は見たことないんですよ、その前公演見に行った時も入る前にロングのひなさんをだったので、そのお写真とかで見たことはあったけど、もう直で見たのは初めてでもうなんなら本当に顔を合わせられないぐらい、私は6周年の練習中にね照れてしまいまして、ずっとなんか髪型をねのことを言おうと思ってたのに言えなかったんですよ、もうほんまにね、そう言えなくて、褒めてもらえて嬉しかった、嬉しい、そう恋なのかな今日ひなさん、そう今日はねちょっとバタバタして撮れなかったんだけど、こないだ撮れました、そうグラータンも
そうタイミングがね分かんなくて、そうそうなんよ。やけんもうこないだの公演の時にそう公演の時にひなさん撫でてくださるんですよ。その時に絶対に言おうと思って言ったら、伝えたらそのそう髪どれがいいって言ってくれて、そう結構あの内巻きをねしてるのが個人的に好きなので、それを頼んだらしてくださって、キャッそう頑張った。本当なんかね言った後は告白した気分だったよ、うん、もうやばいよやばいよ。ペアが出ちゃうまたねお写真誘えれるように行ってきます。もうしかももう本当にねえ、あ結婚かしこれがもう本当に恋してる気分だったそう私ずっと憧れの先輩で推しメンの先輩ずっとひなさん一筋です一筋ですよ、ずっと変わりません。そうそうもうね、ココアさんも写真撮るときほっぺくっつけてくださるんです。やばい今日マウント配信になっちゃったマウントしかしてない。そうもーちゃん一つありがとう。しかもこの間の6周年でもゆみりんさんともハグできてマウント撮られたマウント取ってしまいました。うらやまやろう重ねてきたやろういいでしょう。あ、明日起きてるよ。頑張れ。そう。たくさん皆さん仲良くしてくれて感謝。マウント配信でしたこんばんは、こんばんは。チーカートークチーカートーク亀子崎でもちゃん写真あ、見た見た、ありがとうね。いい写真たくさんありがとう。先輩からも後輩からも愛されるもちゃん嬉しい。後輩からもね、そうです、なんか尊敬されるように頑張ろうと思います尊敬できるとこあるかなあるかな。せっかく可愛いからありがとう。せっかく可愛いかな、どうだろうか。もーちゃん大好き。お、めっちゃハートが来とるめっちゃハートが。マガウトニヤつそう、すぐねニヤつけが顔で出るから、結構お話し会中とかずっとニヤついちゃってるんですよね
背中見、そう背中見せるんで、ほら私背中見せるから後輩に。もちゃん尊敬してます、ありがとう。あ、尻尾ちょっと今尻尾がちょっと引っ込んで尻尾どっか行っちゃったね。逆に後輩ちゃんに抱きついたその後輩ちゃんは絶対もちゃんに惚れます。ありがとう。中華シュート輝いてるよ、ありがとう。物理的尻尾預かってますか。撮った写真スマホの壁紙にして、嬉しい。にやずっとにやついてたよ。引っ張り出さないで引っ張り出さないで。あ、そろそろ読もうかな。よかった、朝めっちゃ体調悪かったんだけど、なんかもうみんなと話すたびに元気になってったんよね今日。ありがとう、本当に明日も元気いっぱいみんなと話したいので、今日はちょっとサイン書いて早く寝ます。あ、まあ、今日ね1時間目の寸前までね、なんだね、起きれなかったよ、ずっとずっと目つぶっとったんよ、もうか。ちょっと今日は早めに寝ますね。ありがとう、本当に心配もしてくれて。あ、そう、コンタクトもごめんね、ずれちゃったんよ、あの時めっちゃ痛くなっちゃってて。今は大丈夫だよ、ちょっと乾燥しとったんかもね。じゃあ明日はワンワンで会いましょうね。てるさん、お花ありがとう。 TX さん、かわいいありがとう。韓国のあんちゃん、えらいありがとう。まぼろしさん、ハートありがとう。ありまるちゃん、ハートありがとう。アッキーさん、ありがとうありがとう。テスティさん、だるまありがとう。まぴょのぴさん、猫ちゃんパンありがとう。やくのすけさん、ライバーありがとう。ファイニャルさん名前かわいくなっとる。ライバーありがとう。あすこさん、ライバーありがとう。いいえ、ありがとう。みんな楽しみにしてるわ。明日みんなもワンつけて喋ってくれる？ありがとう、安心来てくれて。無茶ぶりって、どっちでもいいよ本当にどっちでもいいよ、ご自由に。私はもしワン使ってくれたら全然、あの私は全然乗るので、それにももちろん。かわいいわ、ありがとう。待ってるね。じゃあランキングの方を読ませていただきます。10歳のハルさん、ありがとう。12のヒーヤンさん、ありがとう。11位のアッキーさん、ありがとう。うさぎ、花丸、嬉しい、花丸いただきました。10位のふくちゃん、ありがとう。うさもも最高でした。明日もよろしくね、よろしくね、うさちゃん、ありがとう、よろしく。9位のゼータンさん、ありがとう。今日も買いすぎた、明日もよろしく、嬉しい、よかった、よろしくね。8位のマピアノピーさん、ありがとう。今日はありがとう、めっちゃ可愛かった、嬉しい。アイコンじゃない、この写真にもしてくれとる、ありがとう。7位のドラゴンさん、ありがとう。サモンめっちゃ可愛かった、楽しい時間ありがとう、ありがとう、朝から来てくれて。6位のシュンさん、ありがとう。サモンも買いすぎ、カメラしたい、明日よろしくね、よろしく、よかった、会えるの楽しみ。してほしい、これ撮ってほしかった。5位のケシティンさん、ありがとう。明日はももちゃんはももワンワンとツーショットだし、お待ってるぞ。4位の DX さん、ありがとう。3位のトシさん、ありがとう。うさりももかしか愛せない雨、明日はツーショットと。あー、私が最後じゃないんだ、ふーん。2位のザッキーさん、ありがとう。さももちゃん、ステピン時間でありがとう。こちらこそいっぱい来てくれてありがとう。待ってるね、また。1位のりっくんさん、ありがとう。ももさん、
モモサリ可愛すぎるぴょん。お、ありがとうぴょん。ありがとう。ありがとうございました。あ、確かにですね。本当？あ、ほんまだ。配信ありがとう、ありがとう、こちらこそ。明日も楽しみにしとってね。明日起きるために寝ます。ありがとうございました。楽しい時間を。またね、バイバーイ。なんか飛べそうやな。バイバーイ。またね、また明日会いましょう。